ラストウィニングショットがありました。で松下優太、関野康平という5人で、今日はスターターとなっています。前節からは、ダラル・ウィリス・ジュニアに代わって彼も前節は25得点セバスチャンサイズ。11月のリーグ激戦、さあ試合が始まります。 B1 第13節アルバルク東京対レバンガ北海道。まずはアルバルク東京のポジションから始まります。テーブスカイのコントロール、寺園がついて安藤に松下、そしてここポストアップします。テーブスカイ背中で押し込んでパワーでまずは行きました。存在が一番評価しているポイントで、あとはリバウンドの貢献というのは特に川崎戦は大きかったというふうにお話しされています。安藤今度はアタック、素晴らしいダンクでした ね。少しボール乱れましたが、もう一度大阪 でここもポストアップです。セーブスタイ、ここ中野でポストアップ、それでもパワーでいく、おーエンドワン、素晴らしいですね。ここで入れます。セーブスタイ、寺園、ここは執拗に攻めてくる。福澤が向こうサイド、さあスリーポイントシューターの福澤康平、1本目が来ました。7から入ろう、いやここはカットしたのはテーブス、そして自らプッシュします。ファールをもらいに行くか、アタックフィニッシュまで行った、素晴らしいですね。2-3コーナーが来ました。スリーポイント、ここもリバウンド絡んできてグダイテス、ここやっぱりゾーンディフェンスの難しいところですよね、もう一人の部分が抑えられないんですよね。ドワイトロモス打ってきます、スリーポイント、素晴らしい。自ら行くか、テーブスカイ、いやテーブス選手今日本当にスマートですよね。日に日に増してきているのかなというふうに思いますね。2桁11ポイントです。あ、このパスも乱れた、そして奪った、戻して最後シュート沈めました。あの嫌われてるかなという印象なだけですね。先ほどのリバウンドバランスキーでした、失礼しました。こちらがロスターバランスキーが入ってきた、いや素晴らしい、嗅覚すごいのでやはりそこら辺素晴らしいディフェンスしてますよね。ラインを確認して安藤のスリーポイントです。ファールドローンがリーグナンバーワンというアルバルク東京、ここリターンしてサイズ、下からハイポスト、中には入れられないか、浮かせて入れたブルックスのところ、拾った松下、最後はディッシュパス、素晴らしいパスでしたね。福澤からスキップパス、足元吉井が打ってきます。おー、スリーポイント、少し難しいタイミングだったんですけどね。インサイド、ドワイト・ラモス、エンドワンです、素晴らしいですね。選手始まる前にコミュニケーションを取っていたので、もしかしたらこれ裏を取って、ここもドワイト・ラモスのスティール、ここなんですね、スティールうまいの、サイズ体当てながらバスケットカウント連続です、素晴らしいですね。コーナー、岡本には出さず一つ飛ばしてダンカースポットサイズです、素晴らしい。ここ福田選手狙ってもいいと思うんですけどね。コーナーから打ってきます。よし。ですね。これでアルバルク東京今シーズンリーグ戦では5連勝となりました。81対54でレバンガ北海道を下しています。